2020. We're living on Mother Earth. People laughing. Birds singing. Transporting, manufacturing, constructing. Now we have to know that everything is connected. No borders, no discrimination. Lots of love and peace. It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kinemansu Tsukamoto Nikki. Ashita no Kareji.キニコとキニマンス塚本にきでございます。でちょっと聞いてください。私ね、今日なんかスタッフさんと打ち合わせで話してて、明日のカレッジ生放送50回記念でなんかしませんかって言ったら、にきさんもう50回なんでとっくに終わってますよ、今日54回目ですよって言われて、すいません、なんでもないですって言ったんですけど、マジか、もう50回過ぎてたのか。いやだってね、9月末に始まった明日のカレッジが、まあね、月曜から金曜毎週ここまでやってきて、もうあっという間に54回目だったんですね。え、じゃあどうしよう、なんかまあでも50回記念って言ってもちょっと中途半端な数字ですよね、考えてみりゃ。なんか2分の1成人式みたいに。でどうせだったらもうドカーンと100発目で大きいことやれたらいいなってね、ちょっとまあ思ったわけですけど、まあ本当にね、時が過ぎるのは早いなということで、54回目の明日のカレッジの始まり始まりでございます。今日は12月10日木曜日、学びの時間明日のカレッジ、私ここのクラスコーディネーター兼学びの進行役をしています、改めましてキニマンス塚本ニキです。長ったらしい名前なので、ニキでもニキネキでも、ニキドン、ニキボー、なんかね最近はいろんなニックネームをツイッターやリスナーの皆さんにつけてもらってて、とても幸せでございます。はいですね、今日はいつもとはちょっと違う、なんだかスペシャルな内容でお届けすることになりそうです。今日はラジオの前のリスナーの皆さん、もしよろしければ YouTube でご覧になって、くださってもいいんじゃないかなと思います。なぜなら明日のカレッジはラジオでの生放送だけではなく YouTube ライブでも生配信しているからなのです。そしてですね、今日は特別講義2本立て。まず10時台は以前ここのビバチャレンジャーのコーナーに登場してくれた影絵師で音楽家の川村康平斎さんがなんとスタジオまでお越しくださって生影絵ライブをやってくださいます。ラジオで影絵、そうです、おかしいです、非常識ですね、褒めてます。なのでぜひこれは、ラジオでももちろん音楽だけでも存分に楽しめると思いますが、もし、YouTube が見れる方はこちら YouTube でも楽しんでください。そんな感じで川村康平斎さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。川村康平斎です。一応聞きますけど、はい、今までラジオで影やったことありますか？あー、昔同じディレクターさんの企画で、はい、ずいぶん昔なんですけど、はいはい、そのディレクターがちょっとぶっ飛んでるってことですかね。あー、そうですね、はい、楽しんでやらせてもらってます。あー、はい、こちらこそ楽しみにしてました、はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで川村康平斎さんはもともとインドネシアバリ島で影絵を習得されたというふうに伺っていますが、はい、ぜひ今日は音楽またビジュアルでバリの、雰囲気を感じられるのではないかなと思います。そして今日の後半はバリからぐるっと世界を一周します、音楽の世界旅、今の世界の音楽トレンドをワールドミュージックを通してどんどんキャッチしていきましょう。今日はいろんな国からの音楽をかけますのでね、楽しみにしててください。まあ、そんな感じで今日は、ゆるりゆるりと皆さんからも、
ツイッターやメール、ファックスで感想や質問などどんどん送ってほしいなと思っています。メールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは0355620954 です。それでは今日のスターティングナンバーはこちら。今夜は世界の音楽トレンドをお届けしましょう。まずは日本の民謡とコロンビアの伝統音楽クンビアのコラボから、日本最古の盆踊り民謡とも言われる陽気な盆歌トラジョ様をワールドミュージックの視点によるカバーです。民謡クルセイダーズとフレンテクンビエロ、トラジョ様。よしかと、川村さんもあちらのカメラに手振ってもらえますか。はい、どうもこんばんは。はい、今日はですね、いつもとちょっと違った感じのスタジオですよ。もうここなんかもう入ってきた瞬間、床にいろんなものが、楽器とかなんかうちわみたいなものもあるし、影絵の道具ですね。であとここの壁一面に白いシーツがでかいのが貼ってて、これなんかキングサイズベッドよりもでかいですね、これは。あ、そうですね、これ全部広げると6メーターありますからね。6メーターか、うん、はい、いや準備大変だったでしょうが、ありがとうございます。あ、いえいえいえ、はい、まあ、こんな感じでね、今 YouTube でこれを見てるあなたは超ラッキーです。そのままでぜひ見てください。はい、後からねカメラのアングル変えますんで、ぜひこの川村航平さんの影絵の世界に連れてっていただきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日のカレッジ。
時刻は10時10分を回りました。ここで TBS ニュースニュースデスク新藤誠さん、お願いします。はい、こんばんは。お伝えします。新型コロナウイルスについて東京都は今日新たに602人の感染を発表しました。初めて600人を超え、過去最多を更新です。重症者は昨日から変わらず59人となっています。東京都のモニタリング会議では、専門家から医療提供体制が逼迫し始めていると強い危機感が示されました。一方、全国では今日これまでに3000人に迫る2973人の感染が発表されています。都道府県別では、東京、埼玉、千葉、岐阜、そして高知、大分の6つの都県で過去最多を更新です。また大阪は415人、北海道は241人でした。その北海道ですが、鈴木知事が明日期限を迎える独自の新型コロナの集中対策期間を年明けの1月15日まで延長すると発表しました。札幌市民への不要不急の外出自粛要請を今月25日まで延長するほか、旭川市でもあさってから今月25日まで市民に不要不急の外出自粛を求めます。東京上野動物園のパンダシャンシャンについて、年内に迎える中国への返還期限が来年5月まで延長されることになりました。新型コロナの影響でシャンシャンが飼育される予定の中国四川省と日本との直行便が制限されているためです。またシャンシャンの父親のリーリーと母親のシンシンも来年2月が返還期限でしたが、こちらは5年間延長されます。宮内庁は新年にあたり、天皇陛下が国民に向けたビデオメッセージを出されると発表しました。毎年正月の2日に行われる新年一般参賀が、来年は新型コロナの影響で見送りとなったことに伴う措置で、皇后さまが同席することも検討しているということです。プロ野球中日の本拠地、名古屋ドームの名前が、来年からバンテリンドーム名古屋に変わります。名古屋市に本社があり、医薬品などを扱う興和がネーミングライツを取得しました。契約期間は来年1月1日から5年間です。以上、ニュースをお伝えしました。新藤さん、ありがとうございました。さて、この後は幻想的な影絵の世界へお連れします。明日のカレッジ。明日のカレッジ。明日のIt's time to learn more for the beautiful next 100 years. 次の100年のために。明日のカレッジ。ラジオと YouTube ライブでお届けしています。学びの時間、明日のカレッジ。クラスコーディネーター兼学びの進行役のニキです。今日はいつもとちょっと違う特別クラス。この時間は光と影のアンサンブル、影絵の世界にフォーカスしていきます。今夜の講師の方を改めてご紹介しましょう。
影絵師で音楽家の川村浩平斎さんです。川村さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、まず川村さんのプロフィールを簡単にご紹介しますね、はい、川村浩平斎さんはインドネシア共和国バリ島に延べ2年間滞在し、影絵人形芝居ワヤンクリットと伝統打楽器ガムランを学び、アジアを中心に世界各国で影絵と音楽のパフォーマンスを発表されています。以前ここのビバチャレンジャーのコーナーでお電話で、はいはい、ご出演していただきましたが、これがきっかけで私も、ね、実際に影絵を見てみたいなと思っていたら、なんとラジオで影絵をしてくださるということになりまして、はい、実際にスタジオに来ていただいてパフォーマンスをしてくださることになりました。もうすでにスタジオはね準備が揃っていますが、はい、その時もね少し聞きましたが、この、伝統影絵芝居ワヤンクリット、はい、これ発音合ってますか？ワヤンクリットとは L ですね。クリワヤンクリ、はい、これは一体どういうものなんでしょうか？これワヤンクリットって、クリットって川って意味で、川でできた影絵人形芝居を、インドネシアではワヤンクリットって言うんですけど、はい、僕が勉強したのはインドネシアの中でもバリ島の影絵芝居で、バリでは冠婚葬祭、村のお祭りとかもっと大きなお祭りとか、そういう時に半分奉納上演、で半分娯楽の状態で上演される影絵芝居ですね、で東南アジアは実は全域に影絵芝居ってのがあって、はい、結構あったかい地域は夜外で松明焚いて影絵を見るっていう文化が、広くあるんですけど、インドネシアその中でも今でもかなり盛んに行われてるもんですね、はい、半分奉納半分娯楽っていうことは、半分神様に、そうですね、ご先祖様とか、ご先祖様に捧げる、で、ご先祖様ってもう亡くなった方たち、目に見えない人たちはみんな神様みたいなもので、はいはい、それ日本の感覚とも割と近いとは思うんですけど、で影の部分はそういう亡くなった方たちに向けて上演していて、人形の部分は生きている自分たちの世界、そう非現実と現実の間ってワイヤーのことを言ったり僕の師匠とかするんですけど、はい、そういうこうあの世とこの世をつなぐとか、そういうことを影絵の中で行ったりしてますね。その人形と影が、その人形は人間私たちのために、はいはい、影はご先祖様、はい、神様たちのためにっていう、はい、一つのもので二つの世界を表現、次元をそうです、表現している。日本で影絵っていうと、はい、スクリーンがあって、そのアニメ見るみたいにスクリーンのその何ですか、影絵してやってる人をスクリーンお客さんってい う、ね、こういう並びで見ますよね、はい、影しか見れませんね。インドネシアだとどっから見てもいいんですよ。だから裏からも表からも、いわゆる日本でいうとこのスクリーンの裏側で、はい、影絵師が人形を動かしてるところを見てもいいんですね。例えばなんか黒子さんもバリバリ登場してるみたいな感じで、淡路島の人形浄瑠璃の方たちに話聞いた時も、昔は人形浄瑠璃も野外で演奏してて、はい、実は裏で黒子こうやってやってるのも子供たちがこう 見てたと。へえ。でなんかそういう時の方がある種エネルギーがあって面白かったねって話もあったりして、結構そのみんなで囲んで、はい、その状態、場所を作っていくというか、なんか一個の上演っていうよりも、そういうみんなでその車座になってるじゃないですけど、はい、ぐるっと囲んだそういう場を作るっていうのが、影絵は一つ大事な要素かなと思ってます。なんかこう演出とかパフォーマンスって、普通はこう表向きのものしか見せないのが多いと思うんですけど、はいはい、で裏舞台は、見ない方がいいですよ、夢が壊れるから、っていう感じですけど、ワヤンクリンの場合はあえてもう裏も表もないどこからでも、そうですね、そうだから、そのいわゆる劇場があって、舞台の上に役者さんとかミュージシャンがいて、はい、お客さんがこっちにいるっていう2つのこう次元があってものを見るっていうのはあんまり古く日本もアジアもなかったんじゃないかなと、逆にそのバリの影絵を勉強すると思います。だからそういうのは後からこうみんなそういう風にしてみましょうねってなっちゃってるだけで、昔はもっとなんかこう雑多にその場開けていて、でバリで影絵芝居見ると、はい、そのいわゆる裏側という影絵師が動かしているその様がものすごくかっこいいんですよ。だから職人さんみたいな感じです。役者でもあるし、はい、あと歌も歌うから、
その歌ってる姿とか、あとね目の前にこう松明が焚かれてるんですね、はい、でその火で影やるんですけど、その炎を見てるのも面白いし、だからそれが決して裏方ではないんですよね、うん、なんかその表と裏みたいな概念もまたちょっと違うのかなとは思いますね。うん、面白いです、はい、あのこの人形芝居の内容ストーリーとかはどういったものが扱われるんでしょうか。これね後でパフォーマンスの中でちょっと説明します。あ、わかりました。じゃあ、はい、一般的にもなんかあの伝統的なものとかあったりするんですか。あ、そうですね、あのね後でも、まあ、ちょっと触れますけど、はいはい、伝統的なものはインドから来た神話を元にした物語をやるんですけど、まあ、それをそのままやるんではなくっていうのは後でパフォーマンスでちょっと、ね、分かりました。楽しみにしています、はい、私もね、もう結構前なんですけど一回だけ友人がバリで結婚式を挙げたことがあって、あ、いいですね、でしかもあのインド人だったんですよ。ははは。だからインド人の結婚式って、うんうん、3日4日ぐらい続くんですよね。もっと続くかもしれないな。インド式のものをバリでやったんですよ、はい、バリでやったんですよ。それすごいですね。そうなんです。バリの人たちもあのヒンズー教なので、はい、多分インドの人たち来て結婚式やるってなったらすごい喜んだんじゃないですか。もうね、そうですね、あの、まあ、その新郎新婦が北半球と南半球に住んでいて、でそれでまあ親族も北半球南半球にいるから、じゃあみんなで集まれるところバリだねってことでバリになったんですけど、でちょうどね2月だったんですよ。日本めちゃくちゃ寒いじゃないですか、はいはい、でその寒い東京からもう常夏のもうパラダイスのようなバリに行って、私は本当にもう天国にいたような気持ちでした。でそこであの地元の人たちが、例えば日本だとお地蔵様があるじゃないですか、でそこにこうお供え物とかしますけど、はい、それとなんか、まあ、似た感覚なのか分かりませんけど、至る所にその道端とか、はい、ホテルの庭とかに、はい、そういうお供え物をする神様がいて、はい、茶なんと言いますね、茶なん、はい、でそこで綺麗な花輪とか、はい、果物とかを毎日、はい、そのスタッフの方がちゃんと備えて、はい、丁寧にこう掃除して、うんうん、手を合わせてるのを見て、うんうん、なんか素敵だなって思いました。あ、素晴らしいですね。あの茶なんてのも朝晩にお供え物をするんですけど、うんはい、あれってあの何ですか、いわゆるこう お地蔵様みたいな像にもお供えするし、はい、地面にも置いてありましたよね、はいはい、道路とか。あれってその地面の下から魔物が出てくるんで、魔物に、魔物そう悪さをしないでねお願いねっていう、こうお供え物で、神様には神様は私たちにいいお恵みをくださいっていう、そのいいものにも悪いものにも等しくこう何かを捧げるっていうことが、なんかバリの人たち そのバランスを取っていくっていうかね、はい、いいことばっかりがいっぱいになっても結局後で悪いことがやってきちゃうから、両方がこうバランスを取るようにって、そういう哲学が、まあ、まさに光と影があるって世界ですよね。そういうことなんです。表も裏もこうバランスを保っていくっていうことがすごく大事だという現れですね。結構あのバリインドネシアの方はそういう、まあ、宗教というより信仰ですかね、なんて言うんでしょう。これ僕のかなり私見なんですけど、はい、やっぱりあのジャングルで熱帯で生き物がとにかく多いんですよ、はい、それはあのいわゆる動物虫以外にも目に見えないものすごいちっちゃい生き物がいっぱいいるから、うんうん、なんかそういう人たちとこう共生するっていうか、あの日本酒の酒蔵の人たちとか結構ご機嫌な人多いんですけど、やっぱあの金とこう同期していくっていうか金あそうなんかね、そういう感じがすごくしますね。うん、あとあの今回はね、あの影だけではなく音楽も河村さんご自身が、披露してくださるという、はい、そうなんです、ことですが、はい、手何本あるんですか。あのですね、何ですか、いわゆるこうサンプラーってやつですね、はい、演奏したのを自動で機械に入れて、うん、でその間に影絵をやって、はい、で影絵のシーンが終わるとまた次の演奏してっていう、そういうのをあの日本でとはいうか現代的な影絵を僕がパフォーマンスするときは割とそういうことをやったりします、はい、サンプラーの他にもあの伝統打楽器のガムランを、あ、そうです、ガムランね、はい、あの叩いてくださるそうですが、これはなんかキョンシーの帽子みたいな形してますね。そうあの黒くて、これ今叩いて大丈夫ですか。あ、はい、お願いします。これ今あんま響かないね。これ一音だけ聞いても、これあのね音階になってるんです。たくさんあるんですね。たくさんあるんですけど、はい、あ、本当はね、本当はこれ30人ぐらい伝奏する量があるんですけどさ、多いと、はい、今日は一人でやるし、あの、はい、少しだけ持ってきてます。重いですかそれ。
あ、これね、金属製ですかね、これ。これまた説明するとなんだろう、これ、ね、大きいスイカを半切りしたぐらいの大きさ。そうで、裏穴ないというかね、お鍋みたいな、中は空洞で。中は空洞で、これもともとは青銅なんです。青銅ってむちゃくちゃ重いんですけど、はい、で最近はバリ島でもこれ鉄でできてるんですけど、いろいろ持ち運び用の鉄のやつができてて、鉄はね青銅の3分の1の重さ。そういう意味ではかなり軽い。すごく軽やかな音で、なんか聞き心地がいいですね。はい、まあこの後実際に披露していただきますので、今のうちに今日のこのパフォーマンスの内容を簡単に教えてもらえますか。はい、ですね、今日は何ですか、影絵で、伝統的な影絵でオープニングに必ず出てくる世界樹の葉っぱ、はい、カヨンっていうものを出したりとか、バリ島の道化のキャラクター出したりとか、あと僕がオリジナルでやっている猿のキャラクターがいるんですけど、はい、その人が踊ったりとか、なんかまあそういうメドレー的にいくつかやりたいと思います。YouTube で見てらっしゃる方のために、なんか見どころとか、ここに注目っていうポイントはあるんでしょうか。ですね、はい、結構まあいろいろ日本の方にも言われるんですけど、影絵っていうとあれだろう、この狐だろうとか言われるんですけど、手で鳩だろう、鳩だろうとか言われるんですけど、そういうんじゃなくて、ちゃんと人形を作って、はい、こうかなり大きく写して動かすので、結構その臨場感というかスピード感、そういうところを楽しんでもらえればいいかなと思ってます。はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、YouTube をご覧の皆さんは、ぜひこのままで楽しみください。もちろん音楽だけでも存分に楽しめますので、ラジオの前の皆さんもチャンネルはそのままで。さあ、川村さんにご準備をしていただく間、川村さんがこれまで、実際影響を受けてきた曲を1曲かけたいと思いますが、はい、どんな曲でしょうか。はい、細野晴臣さんのルーチューガンポというのをかけたいです。はい、なぜこの曲を。ですね、僕の大学の恩師が細野さんとバンドをやったりとかしていて、でもともとこうお会いしたこともあって、でライブの前座も呼んでいただいたりしたんですね。はい、でそういう関係 でその前から細野さんの音楽ずっと好きだったんですけど、このルーチューガンボってものすごいこう、僕もアジアの音楽と自分の音楽をこうミックスして作ったりしてるんですけど、そのミックス具合がものすごいので、ぜひ聴いてもらいたいなと思って、はい、かけさせていただきたいです。ありがとうございます。はい、ぜひ聴いてみましょう。それでは曲紹介をお願いします。はい、細野晴臣でルーチューガンボ。
お送りしたのは細野晴臣のルーチューガンボでした。この後は河村光平斎さんによる明日のカレッジスペシャルパフォーマンスセッションをお送りします。
ございません。それでですね、公演は公演なんですけども、いつもですね、私の話し相手になってくれているですね、私のお父ちゃん。お父ちゃんがですね、今日に限って寝坊してやってこない。これ困った困った。あのですね、もう放送始まってるんですから、早くこっち来てくださいよ。ベル。すまんすまんな。ちょっとそこで待っとってくれよと。よくしょ、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 よくしょ。ああ、父ちゃんもいつまでそんなところでのんびりしてんの。早く出てきてよ。これはもうラジオなんだから声だけ聞こえたら大丈夫だろ。違うんだよ、今日はね YouTube でもやってるから。まさか
日本に来て YouTube に出れるようになると思うと思わんかったな、びっくらこいたわ。そんなことよりも早く自己紹介してくださいよ。そうじゃったそうじゃった、皆様、先ほど息子よりご紹介いただきました、私トワレンと申します。私実はですな、あの有名な柴神の兄弟でございますが、柴のよりな偉そうにしてるのがちょっとこっぱずかしくて、このような姿で暮らしております。息子ともどもよろしくお願いします。おい、それでな、ムルダ、お前からラジオの話ってのを聞いてまさか嘘かと思ったんじゃがな、実際やるとなるとあの話もこの話もしたいとつらつら考えておった。今日は一体どんな話をしたらいいかの。ああもう、そんなね、ここはバリのお祭りじゃないんだからさ、3時間も4時間もゆっくり影なんてやってらんないのよ。要点を端的に伝えて、ちゃっちゃと帰りましょう。そうなのか、わしゃてっきり影をやるっつんだから朝までやれると思ったんじゃがな、そうもいかんか。わしのお箱のな、ビマが清水を取りに行くってあの話をやりたかったんじゃが。あのね、お父ちゃん、日本の人はね、バリ島の影のこと何も知らないんだから、まずもっと基本的なことから説明しなきゃ。ああそうじゃったそうじゃった。なバリではインドの古い古い神話、マハバラタとかラーマヤーナを元にした物語が上演されるんじゃ。ほう、なるほど。マハバラタって聞いたことありますけど、どんな話なんですか？マハバラタはな、あの偉大なるパンダワの5兄弟とその血族コーラワの100兄弟の戦いを描いたものなんじゃ。しかしな、バリ島ではインドの神話をそのままやるだけではなくな、いろいろなバリの民話や伝承とそれらを掛け合わせてな、まあいわばスピンオフだな、そういうのを影絵師同士が作り合うと、それが伝統なんじゃよ。あはー、なるほど、なかなか勉強になりますな。そうじゃろそうじゃろ。これで話が聞きたくなったじゃろ。わしの得意のあのビマの清水の話をな、今日はさせてくれ。あはー、そうはいかないんですよ。もうね、あんまり時間がないから、次の出番も詰まってますから、お父ちゃん、今日は帰りますよ。もう帰るの？いいじゃないですか。この続きはまたどこかで。それでは皆さん、またどこかで。おいやって、ピピカテパナマシ。アリラペキカパジュラマハセアサ。ユレペイ、アイ、ヨナタペイ。アチェカパティカタピ、アチェカパティカタピレ。
いしょ。先ほどのですな、ムルダーさんとドゥアレンさんから引き継ぎまして、私河村浩平斎さんと日本各地で影絵公演を行っております猿の西岡と申します。以後お見知りおきを。ええ、こちらね、ラジオだけで聞いてる方はわからないかもしれませんが、先ほどのバリ島の人形はですね、あのいわゆるお人形さんですね、お人形さんを手に持って動かしてましたが、ただいま私猿の西岡はですね、仮面をかぶって体を使って踊ったり歌ったりしておりました。ええ、ここでですね、ニキさん、はい、ちょっとお話ししましょうかね。あ、はい、西岡さん。あ、西岡です。はい、はい、いかがでしたか、今いろいろ見てて。いや、めちゃくちゃ異次元の世界に連れて込まれたような気持ちです。そうですね、私もまさか赤坂でこれやると思ってませんはい、あ、それでですね、はい、あのお話は後でゆっくりできるんで、はい、実はですね、ニキさんにも一つだけね、影絵を体験してもらいたいなと思ってまして。マジですか。はい、ちょっとね、こちらのですね、スクリーンの前に立ってもらいますかね。スクリーンの前に、マジか。巨大な私、この猿の影絵とですね、ニキさん、あの握手をしてみようと思ってますね。はいはい、あの自分の影見えますか。見えます。はい、でもう一歩スクリーン近づいてください。はい、私これでっかい手出しますからね。はい、これで握手しましょう。え、でかいでかい、はい、怖がんな、手が触ってないんだから、ちゃんとソーシャルディスタンスも取れてますからね。はいはい、行きますよ。はいはい、よいしょ。大きい。あー、でも大きい。はい、よ、あ、ちょっとゆっくり上に呼吸を合わせて、ゆっくり下に、そうそう、ゆっくり上に、はい、ゆっくり下に、あ、よくできました。うーん、最高、バッチリでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の影パフォーマンスはこんな感じですけども、大丈夫ですかね。ありがとうございます。ありがとうございました。明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ。明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ。はい、ラジオと YouTube ライブでお届けしています学びの時間、明日のカレッジ。クラスコーディネーター兼学びの進行役のキニマンス塚本ニキです。たった先ほど河村浩平斎さんのスペシャルパフォーマンスをお届けいたしましたが、もう私心臓がちょっとなんかビクビクしてます。 ありがとうございます。すごかったです。ごめんなさい、ちょっと語彙力が。結構至近距離で見れて、ね、はい、あんまり最近はこの何ですか、対面のパフォーマンスって、はい、なかなか皆さん見られないので、あの、よかったです、見ていただいて。あのね、 ラジオまたは YouTube であのご覧になっている方、あの皆さんもすごくね、あの幻想的な世界に魅了されたんじゃないかと思いますが、私もあのてっきりここにあのスタジオに大きなシーツを貼ってますけど、はい、これがスクリーンかと思ったら、はあはあ、全然境界線超えてましたよね。そうですね、やっぱりこう一応こうね、あのなんですか、的みたいなもんですね、はい、的はあるんだけど、結局この影って日常的にどこにでもあるんで、はい、僕たちはそれを普段意識してないだけなんですよね。なんかそれをこうどんどんこう抽出していくみたいな活動をしてるつもりです。はい、あ、すごくなんかあの元に戻った感じがしますね。さっきなんかいろんなそう、変なおじさんたちのね、はいはい、お猿さんの
声、はい、私ですね、はい、あんまり仮面つけないでやんないんですけどね、はい、すいません、あのあれですか、あのインドネシア語で喋ってた時は、あ、実はですね、僕ね、あれ何語でもないんですよ、その場で思いついた言葉を言っていて、適当なんです、だからインドネシアの人にもあれは日本語かって聞かれるんですけど、適当なんです、だってすっごいインドネシア語だと思って、あ、そうそう、 でも、はい、これって僕やっぱインドネシアに一番初めにいた時に、はい、もう言葉のわからないすごいシンガーの曲とか聞いて、うん、なんかすごい感動した記憶があって、だからそういう言葉意味を介在しない歌みたいなものにすごいずっと憧れていて、はい、なんかそれをこうやってるつもりなんですけど、なるほど、うん、まあ、言葉なんてもう意味を持たないですね、ああいう世界に入っちゃうと、まあ、そうですね、はい、もう影も音もそういう、こう目に見えないものというか、はい、しかもね、本場ではあれが3時間4時間朝まで行われるという、そうそう、まあ、実はあ、ジャワではまだやりますね、最近はやっぱだんだん短くはなってきてるんですけど、はい、でも基本的に長いもの 3,4 時間やります。そんな影絵師音楽家の、河村航平斎さんですが、以前ビバチャレンジャーにも、登場してくださった時に、ある本を出版されたばかりで、はい、その本の話も伺いました、はい、河村さんは日本で生活する外国籍の人々の東京を巡るストーリー、まあ、いわゆるライフストーリーなどを、はい、影絵化する東京影絵プロジェクトを行ってきていらっしゃいました、はい、そのプロジェクトを一冊にまとめた写真集が、発表されたのですが、この東京影絵という本ですね、まあ、写真集であり、さまざまな東京に住む外国人の方の写真や影絵、はい、そして、言葉が、ね、はい、載っています。実際にこの東京に暮らす外国籍の方々に、さまざまなストーリーを、まあ、ドキュメンタリー式で伺って、どのような経験でしたか、この本を作った方って。あのですね、はい、僕もあのインドネシアの生活が長いので、うん、外国籍の人たちとか、まあ、外国人とかいっぱい知り合いいるつもりでいたんですけど、はい、実際話を聞いた後に、例えば山手線乗ると周りすごくいろんな国の人たちが今日本に住んでるなっていうことを改めて実感したというか、はい、そういうのを見ていなかったのは自分たちの方っていうかね、もともとずっといたのに、あの気づけなかっただなっていうことを、うん、あの強く思いましたね、はい、この本の中には、まあ60人ほどの、はい、もうさまざまな国や地域から、いらっしゃってる外国人の方の話を聞いていますが、その中で特に印象的だったエピソードなどはありますか。はい、ですね、代々木上原にある、うん、東京ジャーミーでインタビューしたトルコのムハさんがですね、写真集の中でもすごく大きく写真取り上げられてるんですけど、僕今回影絵人形はですね、そのインタビューした人たちの顔、うん、仮面の影絵人形を作ってるんですけど、はい、それを持ちながらムハさんが語っている様っていうのはですね、うん、ものすごくこう影絵とか物語を語るっていうことのなんか原型を見ているようで、ものすごくあの感動したんですね、その撮影の現場、はい、でそのトルコの人たちもそうですし、多くのムスリムの人たちがこの本の中でね、あの、ハラルフードのことをいろいろこう語る部分が多くて、はい、で最近は東京でもハラルフードだいぶ増えてきたけど、うん、でもやっぱりあのいわゆる東京に住んでる日本の人たちってまだハラルに対してあんまりこう認識がないから、うん、あのこれはハラルですよって日本の人が言っても、でもちゃんと彼らにとってはこのなんか認証がねしっかりしてないと、それはちょっとどうなんだろう分かんないから食べられないなみたいなこと、なんかそういう、こう小さなことなんですけど、うん、でそういうことがまあ少しずつ解消はされてるんだけど、もっともっと進んでいくといいかなというふうに思いました。はい、私自身もこの本を見させてもらってすごくあのハッとする言葉や、まあ、考えさせることもたくさんあったんですけれど、はい、河村さんは彼らの言葉やストーリーを通してどんな東京の姿あるいは未来を見ることができましたか。はい、二木さんも海外で長く生活されてるから分かると思うんですけど、うん、自分の国を離れて生きている人たちってものすごくエネルギッシュですよね、うん、でそういう方が東京にも今いっぱい住んでいて、だからその彼らのエネルギーと僕らがもっとこう綺麗に融合するような、うん、そういう、こう新しい東京が、はい、あの作れるんじゃないかなと、なんかそういうことができるといいなと思っております。うん、そうですね、いや新しい表現の力でそのようなことが可能になればいいですね。はい、河村航平斎さんが影絵をキュレーター、アートディレクターの宮本武則さんが文章と編集を手掛けた写真集東京影絵はクレビスより発売中です。
ではここでもう一曲、河村さんがこれまで影響を受けたという曲を聴きながらお別れしたいと思いますが、はい、どんな曲でしょうか。ですね、これはアリハッサン・クバンのスカルスカルスカルという曲ですね、はい。これ僕あの対空時間というバンドをやってまして、はい、そのバンドでですね昔よくカバーしてました。この、はい、ちょっと聞いてみましょう。スーダンのアーティスト、アリハッサン・クバン、スカルスカルスカル。明日のカレッジ、ここまでの講師は影絵師で音楽家の河村光平斎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のカレッジ、クラスコーディネーター兼学びの進行役のキニマンス塚本仁希です。今日はいつもとはちょっと違った特別クラス。10時台には影絵師で音楽家の河村光平斎さんがスペシャルパフォーマンスを披露してくださいました。見逃した方はぜひ YouTube でチェックしてみてください。音声だけでもね、とても素晴らしい幻想的な音楽を、楽しませていただきました。ありがとうございました。ツイッターでもたくさんの、コメント、 YouTube のチャット欄にも、たくさんの方たちが、コメントしていますが、グリチロンさんみたいにね、すごいな、ずっと見入ってしまったというね、こういうエンタメを紹介してくれる機会をどんどん作ってほしいという期待のメッセージもいただきました。ありがとうございます。引き続きあなたの声をお待ちしています。ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジ、メールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは 0355620954 です。あなたの声をお待ちしています。
さて、この後は Nikki's Green English です。明日のカレンジ Nikki's Green English。 Hi everyone、 ここからは地球環境に関する最新のトピックスからすぐに使える英語フレーズを学んでいく Nikki's Green English の時間です。それでは早速今日のトピックを check it out。 イギリスの大型チェーンスーパーアズダは新しいトライアルの一環としてサステナビリティストアをオープンしました。イギリスのスーパーマーケットアズダは先日商品の量り売りを含むサステナビリティストアをトライアルオープン。最近日本でも少しずつ量り売りのお店バルクショップ広がってますね。前容器を持参し必要な分量だけ購入することでプラスチック包装などのゴミが出ないんです。でもなかなか大型チェーンスーパーではこういった取り組みは今まで行われてきませんでした。今回のサステナビリティストアではシリアルやパスタなどの食品以外にもシャンプーやハンドソープ、またカリフラワー、リンゴなど生鮮食品、さらには植物や花も包装なしまたは紙包装で販売されるそうです。こういったスーパー日本でも広がったらいいですね。さてこの話題を英語で言うとこんな感じ。 ASDA opens a sustainability supermarket as part of a new trial。 今日ピックアップするのは最後の方に出てきた as part of、 as part of、何々の一部としてまたは一環としてという意味です。例えば As part of a campaign だとキャンペーンの一環として、また学校カリキュラムの一環として合宿キャンプに参加した。 I participated in the training camp as part of our school curriculum。 聞き取れましたか？それでは一緒に As part of 言ってみましょう。 Repeat after Nikki。 As part of。 Yes、 いい感じです。もう一度 As part of。 何々の一部または一環として、 As part of。 最後にもう一度トピックニュースを日本語と英語でゆっくり読んでみますね。イギリスの大型チェーンスーパーアズダは新しいトライアルの一環としてサステナビリティストアをオープンしました。 ASDA has opened a sustainability supermarket as part of a new trial。 ということで Nikki's Green English 今日はここまで。しっかりと復習したい方はポッドキャストでアーカイブしていますので、通勤通学お仕事や家事の合間にまたチェックしてください。 See you next time。
お送りしているのはザ・クラッシュで Lost in the Supermarket でした。スーパーマーケットで迷子。いや、海外のスーパーって大きいから本当に迷子になっちゃった時あります。私はアメリカのホールフーズで2時間ぐらい時間を過ごしたことがあります。以上、 Nikki's Green English でした。明日のカレンジ。ラジオと YouTube ライブでお届けしています。学びの時間、明日のカレッジ。クラスコーディネーター兼学びの進行役のニキが進行しています。2本立ての本日、11時台の後半は音楽でぐるっと世界旅行。今の世界の音楽トレンドをキャッチ。ワールドミュージックをどんどんオンエアしていきますよ。早速最初のデスティネーションはアジア。ついに BTS がグラミー賞にノミネートされるという歴史的快挙を成し遂げた今年、 BTS のみならず K-POP ブーム、ここ日本でも続いていますね。そして K-POP だけではなく、アジア各地のミュージシャンが最近世界中で注目されてきているようです。ですなので明日のカレッジでは K-POP ではなくT-POP、 そう、タイのポップスアイドルに注目してみたいなと思います。今日はそんな T-POP アイドルの中でもすでに日本でも一部のファンからで盛り上がっているグループ FEVER を紹介したいと思います。 FEVER は12人のガールズグループで、シンセポップという音楽のスタイルを披露する。 Perfume が切り開いたテクノ系アイドルに通じるシンセポップの音楽性が日本、いえ世界で受けるのではないでしょうか。ミュージックビデオでは高層ビルの屋上で夕暮れをバックにダンスをする彼女たちのシルエットが魅力的でした。それでは聞いてみましょう。 FEVER で The Feeling。
お送りしたのはタイの12人ガールズグループ Fever の The Feeling でした。シンセポップという音楽のスタイルで人気が急上昇のこのグループ、日本でも人気が高まりそうな予感です。いやー、実は明日のカレッジのスタッフの中にはね、結構あのタイのご飯、タイに何度も行ったことあるっていう人たちが周りにいまして、私実はタイにはまだ行ったことないんですけれど、ね、今度どこでタイ料理食べようかなんて話題が最近盛り上がってますね。赤坂はね、美味しいエスニック料理のお店がいっぱいあるんですよ。そんな感じで続きましては、K-POP 以外にもたくさんの良質な音楽を生み出している韓国から、韓国の伝統的民族芸能パンソリを現代ポップスに再インストールするオルタナティブポップバンドリー・ナルチ、映画新幹線ファイナルエクスプレスなどを手掛けた音楽監督がベースとして関わり、昨年結成されたばかりのグループです。このパンソリ、日本の民謡音楽にちょっとなんかルーツが似てるのかなと思うような、リズム、思わず踊り出したくなるかもしれません。それでは聞いてください。リー・ナルチ、 Tiger is coming。
明日のカレッジ。It's time to learn more for the beautiful next 100 years. 次の100年のため。明日のカレッジ。キニマンス塚本二希がラジオと YouTube ライブでお送りしています明日のカレッジ。11時台は音楽でぐるっと世界旅行、今の世界の音楽トレンドをキャッチしていきます。先ほどはアジア系アメリカ人アーティストを中心にまとめているレーベル88 Rising に所属しているインドネシア系アメリカ人アーティストのニキプロットゥイストでした。私と同じ名前じゃん。まあ彼女はね NIKI で K が1個しかないんですけど、私 K が2つありますっていうね。あとこっちのあっちの2期の方が、私の何倍も可愛いんですよ実は。私はですね数年前サンフランシスコで実は88 Rising のライブに一人で
行ったことあるんですけど、めちゃくちゃ良かったです。まあ、アメリカでは最近ね、アジア系のアーティスト、タレントがすごく注目されてきていて、この88 Rising っていうレーベルもすごく多ジャンルにかかってさまざまなアーティストを世界に出してるんですが、ジョージ、リッチ・ブライアン、そして日本からはコウも参加したライブでしたね。ものすごく盛り上がりました。まあ、ただ私はその時のモッシュピットでちょっとなんか変な人に絡まれてちょっとこう大変な目にあったんですけど、まあそんなこともね気にならなくなるようなぐらいのすごいかっこいいライブでした。88 Rising。 はい、ここからはどんどんワールドミュージックをオンエアしながら世界をググッと回っていきましょう。アジアから次に行くのは南米。先ほどグラミー賞に触れましたが、今度フォーカスするのはラテングラミー賞。先日20回目が開催され、その中から最優秀ロックオルタナティブアルバムポルトガル語部門で獲得した曲をお届けします。ブラジルの現代ヒップホップシーンを代表する奇才エミシーダの新作アルバムアマーエロ。このアルバムから東京スカパラオーケストラが参加した曲をかけましょう。スカパラとエミシーダとの出会いはね、2015年に、スカパラのメンバーが初めてブラジルを訪れた時に一緒に上を向いて歩こうのポルトガル語バージョンを録音したことがきっかけだったそうです。それでは聞いてみてください。エミシーダ、発音できるかな、クエンテンアムアミゴ。
キニマンス塚本二希が進行しています明日のカレッジ、今日は音楽でぐるっと世界旅行と題して今の世界の音楽トレンドをキャッチしていきましょう。ワールドミュージックをどんどんオンエアしていますね。え、今年は以前のように気軽にいろんなところへ旅行ができないわけですが、せめて音楽でちょっとだけ旅行気分を味わってほしいなと思います。続いて向かうのはヨーロッパはフランス。フランスで今大人気の女性歌手アヤ・ナカムラが今飛ぶ鳥を落とす勢いだそうですが、アヤ・ナカムラ？日本人っぽい名前ですよね。でも彼女は日本人じゃないんです。アヤ・ナカムラの本名はアヤ・ダニ・オコ。95年マリ共和国の首都バマコに生まれ、その後幼少期をフランスのパリ郊外の町で過ごし、2014年から歌手としての活動をスタートしたそうです。で、なんでアヤ・ナカムラなのって、思うと思いますが、実は彼女アメリカのテレビシリーズヒーローズの大ファンだそうで、なんか突然超能力が身についてこういろいろなんかアクション映画っぽくなっていくやつですよね。すいません、私第1話しか見てないんでちょっとうろ覚えなんですけど、まあその中に登場する、日本人の登場人物がいまして、ヒロ・ナカムラという日系アメリカ人の方が演じたキャラなんですが、この主人公に、この登場人物にこのアヤさんがすごく影響を受けたそうで、自分の、芸名をアヤ・ナカムラに彼にちなんで変えたそうです。そんなアヤ・ナカムラの曲が今フランスのヒットチャートを独占中。それなら今日紹介しないわけにはいけません。最新アルバムアヤ収録曲が何曲も今チャートにしてるそうです。その中から1曲聴いてみて彼女の魅力を感じ取ってください。アヤ・ナカムラ、ジョリー・ナナ。
お送りしたのはマリ系フランス人アーティスト綾中村のジョリーナナ、そしてモロッコはマラケシュからグナワサイケロックバンドのバブ・ルブルーズの曲イラ・マタをお送りしました。フランスから南下して今アフリカ大陸に来ちゃっています。先ほどのバブ・ルブルーズはグナワというマラケシュの伝統音楽がベースだそうです。超低音ベース音を奏でる伝統楽器ゲンブリと鉄のカスタネットカルカベを繰り返し繰り返し演奏する、まあ、いわばトランス音楽ですね。すごく引き込まれるグルーヴ感でした。このバブルブルーズのこの、グナワサイケロックバンドということですが、女性ボーカルの声を乗せてかなりサイケロック的にアップデートされた伝統音楽です。で先ほどの曲の歌詞はチュニジアの詩人アニス・ショシャンにインスパイアされているらしく、分断と衝突の世界で眠らされている人々の意識を呼び起こす祈りのような問いかけだそうです。哲学的。さてさて、モロッコにいる私たちですが、ここからちょっとね、世界旅してるとよくあることですけど、航空券が安かったりしてちょっと意外なところにトランジットで飛んじゃったりすることありますよね。ありますよね。はい、ということでここからちょっとイスラエルはテルアビブに行ってみましょう。お聞きください。シランでゼヘル。
いや今日は濃い2時間だった。何だったんだろう今日の。まあめちゃくちゃ持ってたよね。なんか音楽の旅って濃いな。いやーみんなはどうだったかな。ちょっと今日はかなり異次元異世界をいろいろバタバタ飛び回りながらちょっとね旅日の前でほっとできて、あココアでも飲もうかな。まあでもねやっぱりこう世界旅ってあれだよね、自分の常識とか普通とか当たり前っていうものをまあ気持ちぐらいにもう打ち砕いてくれるよね。はあ、次にそういう旅ができるのはいつになるかな。次どこ行く？やっぱりあれでしょう、もう私の第二の故郷ニュージーランドに決まってるじゃん。 Buckle your seatbelts everybody and enjoy the flight って感じかな。いや今日は本当に、みんな最後まで付き合ってくれてありがとう。キニマンス塚本仁希がラジオと YouTube ライブでお送りしてきました明日のカレッジ、そろそろクローズのお時間です。今日は、前半影絵師音楽家の川村康平斎さんがスペシャルパフォーマンスを披露してくれましたね。 YouTube のアーカイブが残ってますのでぜひ周りの人たちにシェアして何度でも見てください。あれはもう永久保存版ですね。今日もいつものようにアフタートーク少しだけインスタライブでもやりますのでこの後、見てみてください。さて明日のクラスは武田砂鉄さんによるエトセトラ学部です。講師はお笑いコンビエイマッソの加納愛子さん。お楽しみにしててください。最後の曲はですね、私の第二の故郷ニュージーランド、私が大好きなインディーズアーティストダドリー・ベンソンのアカロアズ・フォルトというのをかけたいと思います。ダドリー・ベンソンのアカペラぜひご堪能ください。また一緒に音楽の旅しましょうね。それではニキとはまた来週。 See you next week. Bye bye.
どうぞ。あれカメラを変えなきゃ。あ、変わった。はい、皆さん今日もお疲れ様でした。いや、なんかこう明日のカレッジってさ、ただでさえ濃い時ありますけど、今日はなんか特段濃かった感じがするけれど、いかがですかね。ちょっとね、多分見てる聞いてる環境によって体験した感じも違うと思いますがね、今日は、音声映像さまざまなちょっと環境を、まあちょっと実験的なことを、はい、やらせていただきました。明日のカレッジでした。なんかね、今週は特に私いろんな世界に連れてかれた感があります。だって月曜日はオタクカルチャーでエヴァのコスプレから始まったでしょ。火曜日はお友達の、ハンターマヤモンが来て、もう鹿肉大好きすぎて自分で鉄砲を持って森にこもって、で鹿を撃ったら今度は自分でさばいてとか、なんか結構ね、あのリアルな話を聞かせてもらったし、で水曜日は宇宙への旅じゃなくて宇宙開発でね、まあ本当にこれまたスケールの大きい気が遠くなりそうな話をいっぱい聞きましたけど、からの今日は影絵と世界の音楽でワールドミュージックっていう、もうなんか皆さんよくついてきてこれますね。もう本当に皆さんと一緒に私も毎日毎日学ばせてもらってますよ。てかね、時々リスナーの方が私より詳しい時あるからね、そういう時はマジでもう脱帽です。はいはい、あ、YouTube で拝見してくださった方も影絵が面白かったって、あ、よかったです。そう、音楽はね、そう、まあ、ちょっとね、残念ながら YouTube では音楽はかけれないのですが、公式の方では、音楽リスト毎日アップしてますので、ぜひ、まあ、お好きなプラットフォーム、ね、YouTube とかで検索して、後から聞いてみてください。Twitter にね。そうそうそう、公式の Twitter に、今日流れた曲、毎回上がってますので、はい、お好きなタイミングでじっくり、プレイして楽しむのもいいかなと思います。でも影めちゃくちゃ引き込まれました。私本当にもうなんかここで目の前で見てたんで、ここっていうか、ここあそこにね、大きなスクリーンっていうかシーツがあったんですよ。でもなんかびっくりしたのが、普通なんかスクリーン立てたらそこに収まるものと思うじゃないですか。全然収まってないの。もう天井とかにも映してるし、他の壁にも影が映ってるし、でもやっぱりね、最初に川村さんもお話ししてたけれど、その裏とか表とかそういう概念が、まあ、ちょっと違うっておっしゃってましたよね。伝統的なバリ島の影絵はなんかこうお客さんがこう、ま、みんな一列にその同じ方向を見て座って、で舞台の上でこう披露するってだけじゃなくて、裏から見てもいいし横から見てもいいし、なんならそのパフォーマンスする人が自分の体全身を張って自分が人形になって影になるとか影を作るとか、なんか今までそんな表現があるのあまり知らなかったんで、すごく印象的でした。でね、ぜひ皆さんにもおすすめ、まあ、したいの、もしね書店であったら手に取ってほしいのがこの東京影という本なんですが、まあ、ここにもね素敵な影絵の写真がいっぱい載ってます。で特に私が面白いなと思ったのが、今日みたいにね、そのほら壁に影絵が映るじゃないですか。東京の街中のビルの壁、あとなんか団地の塀とか普通の歩道、その夜とかちょっと暗くなってるタイミングで建物の壁に影絵を映す、でその影絵の顔がこの本の中で取材された在日外国人の顔をモチーフにしたそうなんですって。でまあその中でね、いろんな国から来た人たちが、自分の日本での生活について、まあすごくこう
本音を語ってくれたり、もちろんまあいいことも面白いこともちょっとこうなんだろうな、なんかこうまあ批判的な感じな本音もあったりするんですけれど、なんかねもう一つ一つがこうポエムじゃないけど、ポエムでもないしエッセイでもないし、なんだろう、こうたくさんのこう言葉のかけらが散らばれられたような、すごくね不思議な気持ちにさせてくれる本でしたので、ぜひねそのまあ影絵とオーラルヒストリーを交えたすごくねユニークな企画だったなと思いました。なんかね本当に明日のカレッジいい意味で非常識ですよね本当にラジオで影絵とかさ、本当にねこれからはどんな非常識なことに挑戦していきましょうかね、桃子さん。皆さんの今そんなに回数ないかもしれないけど、あと私パフォーマンスをお庭で見たことがあって、うん、もう行ったり来たり、いろんな寝たりとか寝ながら見たりとか。全部一人でやってるんですか？うん、まあなそうだ、なんかヘルプしてる人もいたけど、それでもう私たち見てる方はもう表行こうが裏行こうが子供が走り回っていたり寝ながら見てる人もいるしっていうので、すごく面白いから、なんか機会があればね皆さん見てほしい、ね、なんならねなんかもっとね大勢の人たち集めて、なんならね明日のカレッジ、ね、リアルイベントとかやった時に、なんかその舞台と客席の境界線がないって、なんかちょっとラジオに似てるのかなってちょっと思ったんですけど、こうここから先は入っちゃいけませんよとか、まあなんだろう、例えばまあお芝居とかね、テレビだったらこうねあるじゃないですか、こう超えてはそう超えてはいけない線が。でも結構まあ私の感覚ですけど、ラジオってね全然例えばこう今入ってきたツイートとかお便りを読んでね、そこでちょっとこう話の流れがちょっと変わったりっていうのあるし、うん、今日もね曲を入れ込み、そう今日もね実はねいろいろタイミングがちょっと時間がまだ余ってるな、じゃあ、じゃあちょっと急遽別の曲を差し込もうっていうこともあったんですけれど、まあそういう時にね私がこうなんかこうわた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 で言うしてるのをリスナーの皆さんが温かく受け止めてくれてるのがすごくありがたいですでなんかもう本当にねもうちゃんと喋れるようになりたいです。もうアメンボ青いな赤いなあいうえを頑張ろう、それはやばい、もう本当にそこは厳しくいくよ。いやそうなんですよ、もうね私のいかに私の日本語が中途半端だったか、この2ヶ月間嫌というほど嫌というほど思い知らされてます私。はい、まあ言い訳じゃないですけど私日本の学校行ったことないんでだからって感じですね。だからすいません、すいません、言い訳やめます、もっと日本語頑張ります。はい、そんな感じでね今日も皆さん、いろいろちょっとまあ、初めてのこともあって、もしかしたらちょっと皆さんもびっくりしたことあると思いますが、こんな感じで、ちょこちょこ明日のカレッジはね、常識をぶち破ったりして新しいことにどんどんチャレンジしていきたいと思います。皆さんもね今日みたいな、まあちょっとしたねイベントみたいなようなことをやってほしいと思ったらぜひ何かリクエストください。例えば、ニキがバンジージャンプに初挑戦とかっていうのも、初挑戦じゃない、やってるや、まあね一応1回だけバンジージャンプしたことあるけど、あれやってみたいな、飛行機から飛び降りるやつなんだっけ、あれ飛行機から、あそうスカイダイビング、そうニキがスカイダイビングに初挑戦っていうのをラジオでやってほしかったらやりますんで、それでもちゃんとねみんながねそれを伝えてくれないとやらないからね、だからそういうことをねどんどん皆さんからのフィードバックを、お待ちしておりますって話でした。あと木曜日もこれからちょっといろいろ面白いことまた、から木曜日はこれからしばらくね木曜日はさらにさらに、ボリュームアップしていくそうですよ、なのでぜひ何をさせられるんだろうって感じですが、ニキさんのチャレンジに付き合わされるの楽しいよね。あ、そっか、あれよかったです、まあ、どんどん皆さんもね巻き込んでいきたいので、はい、これからもお付き合いくださいって感じです。さあ今日もありがとうございました。また来週、バイバーイ。